里大学第1回オープンキャンパス。寒さも和らぎ、桜のつぼみも膨らみ始めた3月19日、北里大学では平成29年度最初のオープンキャンパスが開催されました。それでは早速中の様子を覗いてみましょう。案内してくれるのはこの方。はい、ここはメイン会場です。ここでは各学部のパンフレットの配布やシラバスを閲覧できるコーナーがあります。学部別の相談コーナーもあります。こちらでは学部の先生が直接皆さんの相談に対応してくれます。また大学生による何でも相談コーナーでは実際の学生生活の話が聞けますよ。こちらはシリーズ入試対策講座、秋まで続くシリーズ企画です。北里の出題傾向や対策について毎回違う内容で解説していくシリーズ企画、秋の大学説明会まで開催されますから、ぜひご参加ください。はい、今回は医療衛生学部の模擬実習を体験してみたいと思います。肩の関節の動きで文字が書けるように、できるものになっています。これは動作分析で、体のアライメントって呼ばれる部分にセンサーをつけて人の動きを見える形に、これ未熟児モデルでもこれ500g。 はい、じゃあこの子が本当は生まれたて、全然違います。全然違う。はい、お願いします。上が、表面で、下が深層、はい、深いところです。今まで声帯が出していた振動をこういうもので代わりにここに当てて、お、上手、すごい、ちゃんとあいうえおって聞こえた。初めてですか？はい、すごい上手。綺麗っていう風に、慣れた、すごい慣れた、はい、一発で。ここに手がかかっちゃう。今回は数ある学科、専攻の中から一部を紹介しました。医療衛生学部では、これら実習施設などを使って、医療のプロを目指して、日々頑張っているんですね。はい、私たちキャンパスナビゲーターがお送りするキャンナビトークライブ、大学生のとある一日を紹介します。パンフレットには載っていない北里でのキャンパスライフがイメージできたら嬉しいです。ちょっと難しい学問なので、まあちょっと分かんない分かんない言いながら、その方のツイッターの画像からお借りしたものです、はい、なので下にあのなんかアカウント名書いてあるんですけども、北里大学の名前入り あのランチパックだったりとか、ね、パンが実は発売されてたんですね。いかがでしたか？北里のことをもっと知りたい方は次回のオープンキャンパスへどうぞ。内容盛りだくさんで皆さんのお越しをお待ちしています。それではさよなら。キャンパスでお待ちしています。